レターサイズのプリントアウト A4 とレターの比較。レターサイズはアメリカ合衆国で規格化されて北米で使われている紙の寸法である。単にレターとも呼び LTR と略すこともある。アンシー、アスミ Y14.1 での名称は A。日本では国際版と呼ぶこともあるが、レターサイズは国際標準ではないローカルな規格である。 世界各国で主に使われているのは ISO216 で規定された A 列である。サイズはヤードポンド法にのっ,とっており、8イン11インイコール 215.9mm279.4mm、mm、である。A4 より縦が6%短く、横が3%長い。このため、レターサイズを多く用いる国に A4 でファックスを 送ると受け手では1ページが1ページ1ページ下端として届いてしまう。重横比はかなり短く1.294である。面積は3%狭い。元はデファクトスタンダードだったが、ロナルド・レーガン大統領が1980年代初期に公式のアメリカ合衆国の政府用規格として採用した。それまでは政府は8インチ10.5インチを使用していた。 1996年にアンシー、アスミ Y14.1 で A として規定された。レターサイズのバインディングは3欠が主流で、その穴の間隔はシステム手帳の6欠レフィルを綴り込める。日本で主流の2欠はアメリカ合衆国にはほとんどない。アメリカ合衆国で白黒コピーに用いられるレターサイズ OA ペーパーの基本重量は 72g 平方メートルで、 日本で白黒コピー用に普及している p p c 用紙の重量六十四グラム平方メートルと比較してこの重量差分用紙圧は大きくなっている。またアメリカ合衆国で実際に使われている用紙には一枚一枚にウォーターマークが入っているものが多い。特にレジュメとしてまとめる履歴書類には OA ペーパーやそれよりやや厚みのある上質のウォーターマーク入りの紙が よく用いられる。リーガルパッドは上部閉じの黄色いケースだが、レターサイズかリーガルサイズが多い。縦は A4 の2 9 7ト、mm、ルで、横のサイズを可変したものを A4 変形と呼ぶ。横サイズの規定はないが、バインダーで A4 変形対応と称するものは、レターの横幅2 1 5 9ト、mm、ルに、 対応させることで A4 と比較しての横の長さでレターサイズの紙が溢れ出さないように配慮がなされている。リーガルサイズ、または単にリーガルは8イン14インイコール2 1 5 9ト、mm、ル3 5 5 6ト、mm、ルである。レターと同じ幅で27%長い。ありがとうございます。